上終始追い風が吹く水面状態の中始まりました。今日から6日間のシリーズ日本トータン配送ラッセン、初日の最終レースを迎えました水面上です。なお今節明日明後日の2日間は1レースのスタート展示開始時刻8時15分と変わります。後半戦の時間帯は時々風が強みになる状況でしたが、現在はスタートライン上の追い風比較的弱い状態で迎えます。12レースはドリーム戦ファーストです。内枠勢連勝がかかります。1番の谷村、そして2番の服部。前半戦はまくり出して勝ちました1番の谷村克也、1コースに入ります。そして2コース初戦は角まくりで勝ちました2番の服部幸雄、2コースから。初戦2着は3番の大場聡が3コースです。そして初戦は減点と苦しいスタートになりました4番前野良一、4コース角から。ここで反撃なるかどうか。外2人も初日は連勝がかかります。初戦逃げて勝ちました5番の馬体義則が5コース。前半差して1着は6番の吉永則夫、6コースからです。スタートまで10秒を切ります。ドリームフェンスファースト進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。スタート後若干4コース伸びていく4番の前の2コース2番の服部も出ていく。さあ1コース1番の谷村をまくっていった。ちょっと流れた服部のまくり、そして内が空いた3番オーバー5番の馬体、さらには左右内6番の吉田が刺してきた。さあ外枠2人が刺して並んだ先頭争い、すぐ後ろに2番の服部、そして1番の谷村現在5番手。スタートは前提正常でした。さあ2枠6番の吉田が先に回る。ここに内から5番の馬体の刺し、わずかに届きません。その後ろ3番手は内から2番の服部浮上。レースはこれから2周目、先頭をここで6番の吉永3停止リードを取ります。一方2番手内から2番の服部直線差を詰めてきました。さあ5番の馬体のうち並びかけて2周の1マーク、服部先に丸待って5番の馬体が差し返す。2番手ここで並んだ状況、インコースに5番の馬体、アウトコースに2番の服部。さあ直線では少し外強め2番の服部、しかしインコース抵抗する5番の馬体、へさきはかかっています。2周2枠今度は5番の馬体が先に待って差しに構える2番の服部、届きません。ここで再び2番手は5番の馬体です。しかしリードはまだわずかに2手進というところ。4番手以下は差が開いて焦点は2着争いという展開。さあ追い詰める2番の服部、ここで外に持ち出す。最終1枠の旋回です。2番手5番の馬体が丸、さあ角度を取って内をつく2番の服部ですが届いていません。2番手5番の馬体のリード、最後のバックステレッチではその差は3停止ほどになっています。6番の吉永先頭でここは大波乱の決着、これから最終ターン幕の旋回です。最後2番手内めがけての服部ですが5番の馬体が最後振り切る。3連単の6番5番2番では2244倍、先頭6番吉永五輪、5番馬体五輪、2番服部五輪、3番1番4番の順で五輪。